最悪よ。死んだ場所よくなかったけどよく発見してくれたよ、ブラックも。お、シェリーフ。なんか動きめっちゃ惜しかったね。ナイス。クイズ。はい。ちょっと勝っちゃいました。あ、いい。ついに僕もレベル50です。お、本当。おめでとうございます。おめでとうございます。はあ、相方はチュロスケです。了解です。まあ、そうだね。コンビ。ようやく。ようやく。高みにいるわ。クソ笑う。偉そう。おお、配線タスク。ありがとう。君は嫌いだよ、僕は。大嫌いだ。最悪。あ、え？あれ？おい。中野のアルマ氏がめっちゃ、うん、めっちゃ初手初手してるけど、あのシャワーの奥でしょ。え、中野のアルマ氏僕見たよ。アーカイブシャワーメインって言った時に、ね、アルマ君と高田さん、アルマ君ともう一人いましたよね、一緒に行ってた人。俺、てかね、エレキに降りたとき、エレキからアルマが、メイン側に上がってて、はいはいはい、俺エレキでタスクやって、上上がったらオラフ君がシャワー側から来たけど、あ、そのときに俺すれ違ってる。ああ、トータスもいたんだ。はい。そうだね、このキルに関われないのが、ピカさんと、チェロスケが無理そうかなって感じかな。ピカさんって最後どこいます？最後、武器庫近辺にいる。あ、そうですよね、左にいたから。カメラも見たので先出させてください、はい。チェロさんが銀行室にいたのと、トータスさんがシャワーからアーカイブに走ってるのがいます。うん、オラックシャワーから来なかった？あ、シャワーメイン行った時にアルマ君とすれ違って、宝さんと合流してエンジンって言ってます。そうだね、メインが左側で高田オラフが一緒にいるのと、そう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 。で、俺がエレキから上がって、オラフ君がシャワーから来て合流して、俺がエンジンが行ってメイヤーとすれ違ってっていうルートだから、うんうんうん、ほう、オラフ君っぽく見えちゃう。ちょ、なんで、だってシャワーから来てるじゃん。シャワーから行ったんすけど、アルマ君とすれ違ったのはメイン、あのエレキ側から歩いたメインの真ん中っすよ。あ、え、じゃあ俺とどうやってすれ違った？なんかタスクやってたってこと、メインで、オラフ君。いや、メインでタスクはしてないですね、多分。え、でもオラフ君が、そう、オラフ君がメインに行ってからアルマ君が奥に行って死んだパターンがあるから。あ、そう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 。で、宝さんと合流して一緒にエンジンまで行って、で、トータスさんのそのシャワーからアーカイブに行くトータスさんっていうのは、あの、ゲンさんのカメラ情報で、うん、何秒ぐらい前なんですか？何秒ぐらい前って言われると難しいが、割と最近です。すれ違ってまっすぐ上がって、今アーカイブ右の、あ、ラウンジの、あのビリヤードの配線のところに行こうとしてるところだとしたら、多分高田さん、オラフ君よりも後にトータスさんのがシャワーにいるんじゃないかな。時間的に、はじきの場合はトータスさんは結構できそうです。うん、だから、まあ、トータスさんか、高田さんしてとオラフ君になるか。トータス、オラフのどっちかして、そのシャワーのどの辺って言ってたっけ？シャワーの奥に入るところぐらいですね。奥の、あのシャワーの奥、本当に奥に入るところぐらい。俺見てないんで、うん、トータスさんもオラフ君も死体をスルーしたって主張だろうから、おそらくね。いや、ちょ、オラフ君はなんか交差して生きてるアルマを見たんですよ。そう、生きてるアルマ君を見たんで。ごめんごめん。誰かもう一人一緒にくっついてたんですよ、セットで。セットで、そう、セットでアルマ君と、あ、次始め。はい。あのね、僕ね、シャワーからメイン行った時にアルマ君と誰かが右に行くのを僕見てるんですよ。トータスさんですね。それがトータスさんか。僕メインの左側から来てるんですよ。左でハイブリさんに合ってるんですよ。合ってる合ってる。うん、だからそのルートで言うと合わんのじゃないかな。え、でもトータスさん僕見たって言いませんでした今。
え、あ、あったよ。だってメインのあたりで高田さんとオラフ君といてて、あ、ですよね。あ、だからその時アルマ君僕見てるからトータスさんだわ。え、なんでなん、ちょっと待って、え、だって俺左から来たやんで、うん、そうそう、左から来てるんでしょ、うん、でアルマ君も右に行ってアルマ君を見てるんですよ、僕も。僕はアルマ君は見てないです。だから入ってそのまま追い上がってるんで、あの、ちしろオラフ君視点はトータスさんがここになるので、僕はそのメインから高田さんと一緒にエンジン行ってるんですよ。うん、行ってる。あ、うん、一応貨物側にいる人も聞いた方がいいんじゃないですか。イベントがあるから。そう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 。あ、ちなみに藤宮慎太郎はキッチンにいます。最終はね、うん、イベントが否定できるんだったらもうその二人ロラでもいいレベルじゃん。だって、うん、僕まで高田さんのキルは否定できるんですか。あ、高田さんは僕は絶対無理です、うん、僕はもうそう、エレキから上がってオラフ君と合流してそのままエンジンだから、うん、そうだね、うん、あ、じゃあメインでエレキから出てくる剣士と合流っていうタイミングなんや。そうそうそう、オラフ君がそうシャワーから来て俺がエレキから上がった時にオラフ君とちょうど合流して、だからシャワーからアーカイブに行ったのがトータスさんのメインに行ったのがオラフ君っていう時期です、ね、オラフ君がその言う並走してた人って一体誰なの。トータスさんで、え、なんでなんでなんオラフ君右から左へ来たんやろ。右から左行きました。僕左から右から来てるのに並走してへんよ。え、左から右に、アルマ君と一緒に並走する人がいたんですよ。左から右に。アルマ君は見てないよ、俺。いや、僕は見てるんですよ。お互いの主張は、それはもう。ここでいいっすよ、もう。慎太郎、慎太郎なんか言おうとしてなかった。あ、ハイブリさん目線、あ、じゃあ、トータスさん目線でハイブリさんの後ろ出ます？出る。てか、俺、ハイブリさん、僕、最後見てます。あ、言ってなかったけど、俺、100% 後ろが出るから、オラフ君もトータスさんからも出て。じゃあ騒がしいんでどっちも取ります。なんてこと言うの。もうやめて。オラフ君の言う人が俺じゃないと思うんやけど。それはだから、うん、まあトータスさん視点ではそうだけど、うん、え、なんでこれ、え、はぁ。トータスさんから僕はトータスさん言ったけどな、俺カメラ情報で。ごめん、俺ボタンを押しちょっとネタで入れたでしょ、絶対何人か。え、テクト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 ク、はい、スー慎太郎うるさいからオラフ君に言えたの。あ、はい。すごい理由。いや、まあどっちもうるさかったんでどっちがいいかなって。ね、慎太郎が喋ろうとしたのだって喋れなかったもんね。ごめんよ。いや、別に怒ってることじゃないんで。ごめんよ。カメラ情報的には僕トータスさんのが後から出てるかなって。いや、もちろん、あの、何ですか、シャワーに入ったのは僕の方が後です、多分。うん、だから別にその出てるオラフ君とすれ違ったんで、オラフ君の言ってるアルマ君の情報が嘘っていう可能性もあるから、オラフ君が遅れ切って普通に高田さんとメインで合流した可能性はあるので。そうだね、水かけるんだからね。その場合はトータスさんは死体をスルーするからっていう話だから、まあ結局は分かんない、こっちから見たら。かなり奥の方なんでしょ、シャワーの、うん、で貨物近辺にいなかったんだよね、人はね。ゲンさんがカメラで、ピカさんとチェロスケは僕視点で弾けて、はい、でハイブリさんも弾ける。そうそう、これミーティングにいる状態やから、うん、じゃあ大丈夫だ。ゲンさんがカメラ本当は見てないぐらいしかない。チェロさんが、置き換えタスクしてるのが見えてますってると思います。あ、そうか、言ってた、ね、一応金庫の情報を避け出してましたね。はい、うん、じゃあ大丈夫だ。だからまあ怖いのは迷惑のセリフぐらい。僕のセリフだったらアルマ側のシャワーの奥にいすぎじゃない。どうだろう、わかんない。まあ実際奥じゃなかったりするから、まあ、あー、まあ偽装まで考えたら何でもありかな。そしたら直前にトータスさんが見てんじゃない、アルマ君。うん、あれ。さすがにオラフトータス両クルーであの議論にはならないかなと。多分ね、同意です。ちゃう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 ですよ。なんか本当っぽかったね。わかんねえ、どっちが本当か。ただカメラ情報的にトータスさんが来いかなっていう。終わったりしないかな。まさか。さよなら。わんの、まあ、オラフ君で釣れてると思うんで、うんうん、うん、まああと一郎じゃないかなと思ってます。はい、慎太郎君が死んでる。え？うん。お。え？
2キル2キルだね。俺とチェロちゃんがバイタル情報を見てます、うん、はい、でバイタル情報で慎太郎くんだけその時には停電のタイミングです、うん、で泉谷さんは、停電を私と一緒に直しましたどこで貨物です。でその後ラウンジ方面に抜かれてるはず。あ、それはチェロちゃんとハイブリも見てます。ゲンさんが後ろからついていくのも見てます、うん、で、そのまま貨物、ラウンジアーカイブシャワーメインまで来てメインのゴミ箱をベントタスクのところで慎太郎くんの死体。メインのゴミ箱ベントタスク、はい。チェロが診察からアーカイブに歩いて行って、リフトの右に行くときにメイヤさんがリフトの右から来られました、うん、ヌーンは左にありました。そう、ゲンさんとアーカイブに湧いてアーカイブの本棚タスクをした後にリフトの右のダウンロードをしてアーカイブラウンジに行ったときにハイブリチェロスケの2人とすれ違い、最後ゲンさんとすれ違った。これさ1人2キルだよね多分っていう進行、進行的にはそうですね。一応多分1人2キルだったらキルクール明け即キルの2連続だと思うんですけど。そうだよね。じゃあハイブリ視点ってこれできなくない？あれどっかで忘れちゃったっけ？ごめん、考え事をしながらやったからマジか。え、最後どこやった？シャワー？え、俺はエンジン側に抜けてるけど、メインホールで原産あたりともあったりして、はい、結構いろいろ俺は死因があってハイブリさんともあったりもしてるし、川さんでもメインで私セットになった、多分左におられますよ、ね、左側に行ってる。そのあと慎太郎さんには近そうだなって印象だけはありますが、もう1キロはちょっと分かんないです。で、まあ最終位置はキッチンまで行けてるんだけど、富士宮ってどこにいるんだ。え、富士宮さんって貨物からバイタルの方に抜けていきませんでした抜けてたよ、それ言ってた。そうそうそう、だから下だったら、下だったらまあメイヤー無理じゃない。そうですね、2キルできないと思います。2キルできるのは高田さんか、うん、そしたらブリーチェロがセットなのはゲームを見てるんで。そうだね、あとピカクロスが多分一応ゲンさんのその経路最後が気になるぐらいかな。俺ゲンさんとゲンさんはねメインのキルに関われないと思う。僕とアーカイブにタスクをやってる状態で右に行っていて、その後左に来てるのもすれ違ってるから、うんうん、ゲンさんはメインのキルに多分関われないですね。そうか、フニャ君とのその死人があるかちょっと気になってるね、うん、うん、ごめんなさい。はい、釣った方が良くないですか。いや、私は高田さんに入れてます。うん、僕も入れましたか。誰と誰ができないんだっけ。チェロスケとチェロブリは絶対大丈夫です。チェロブリが大丈夫で、僕目視点でゲンさんが2キルする時間がなく、ゲンさん視点でも、僕が多分その診察側に行った藤宮君に関われないキルが、ね、じゃあ私がね浮いてるんですよ。だから一回私自分でスキップ入れてて、エンジンで湧いて、武器庫通って展望でアップロード、その後キッチン抜けて石油でテープタスクをやった。でその後、エレキからメイン上がって、それでゴミ捨てタスクをやってるってルートなんで、その間誰ともすれ違ってない気がする。ゴミ捨てタスクのところに死体があるんじゃないの。ゴミ捨てタスクのところに慎太郎さんの死体だっけ。ハイブリが行ってるよ。あ、じゃあゴミ捨てタスクまで行ってないな私。とりあえずそのルートで行ってるから私が浮き位置だからスキップに入れてる。ピカさん目線は誰が狼に見えますか。ただ、そちらの視認情報が取れてるんだったら高田さんになるかなと思ってるかな。初手ゲンさんあたりと会って、その後ハイブリさんとかとも会ってるから、俺が2キルできる隙間ってどこにあるのか、なんかあんまり自分でよくわかんないんだけど、1キルぐらいだったらどっか出てきそうだけど、うん、なんか申し訳ないけど、その白取り合えるもちょっと怪しいと思っちゃって、なんか名役ゲンさんの取ってるやつもね申し訳ないけど見てないから、俺チェロしか白出せないから。あ、でも私がゴミ捨てやった時には確か慎太郎さんの下いなかったから、慎太郎さんのキル直近だとは思うわ俺、ね、いや違う直近じゃないじゃないの。直近じゃない、慎太郎の期間先に見として、慎太郎さんはメインのゴミ捨て付近ですよね。で藤宮さんに関しては、ちょうどハイブリさん、私が見てる通り下に降りてってるんですよ、貨物
から。だから、うん、診察かエレキ周辺だと思ってるんで、その位置に私は少なくとも序盤高田さんを残して、シャワーとか赤い方面に行ったから、自然と高田さんがヒット。まあまあ、だから慎太郎側が仮にキルできたとって、俺左に行ってるから、藤宮ができないし、その時ハイブリとかとも合ってるから、うん、そこで合ってるんが剣士が出るんやったらそれは無理やと思うし、ね、そもそも結構俺も移動できてるから藤宮君も移動できてると思うのよね。え、そう、うん、だとしたらなおさら多分チェロちゃんも同じ感覚やと思うけど。うお、マジ、え、俺、うん、私目線高田さんにしかならない。隙間がね、慎太郎ができても俺藤宮側がね、どうしても自分の位置関係上できないと思うんだよな、右だったら。ごめんよ。ごめん、ケンシ。あ、ハイブリッドマットなのか。太田さん、インポスト。位置ずらしてるから、ハイブリッドシロ取り合ってる。なるほど。じゃあ、あの3人でやってた中に、二人がいたってことか。二人がいた。俺は、僕の声通らんわ。ごめんごめん。いやー、ごめんなさい。オラフめっちゃオラフ。ええってなるよ、ね。今なんでちゃう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 。いや、なんかトータスとの対抗位置に入ってるから剣士じゃないって思っちゃってた最初。ああ、なるほどね。ごめんごめん。はい、そう、ハイブリさん強靭か。ピカさんが最後強靭なのかとか、うん、なんかいやちょっと一瞬ね、そう、そう、うん、残ってんのかとかね、分かんなくなっちゃった。ごめん、私最終位置勘違いしてましたね。エレキの9点タスクまで行ってましたわ。全然違うじゃん。あのただ、ね、寝ましたピカさん。ゴミタスクまではやってて、その後の多分記憶が飛んでますね。おねむですか。おねむかもしれない。なんかね、黒い位置入りたくてもチェロちゃんと一緒にバイタル見ちゃったから入れなくて。うん、あ、なるほどね。そうそうそう。じゃあ終わりますかね。はい、はい、じゃあお疲れ様で、いいお疲れ様で。